ちょっと待ってや、こっち向けてスタートさんといけんやつじゃん。始まりました。すごくない？何これ、え、なんこの時間にこれやっとるってこと？てか動いてるってこと？やば、100円乗れるの？これ、なんて東京フレンドパークのやつじゃない？そんなんやるしかないじゃろ。なんかすげえ、もう一回やりたいわ。あれ結構かわいいね。デカコロッケ、
ちも。何これ、やばい、何これ、めっちゃ最高。やばい、何これ、バランス感覚ゲームだって。ビーナーコース、仕入れたんだ。めっちゃでかいじゃん。これだろ？うん。120円ぐらい。130円ぐらいだよ。でかくない？はい。どうですか、ゲーセンで食べる？ね。うま。うま、おいしいよこれ。やばくない？これ130円安いよ。どうでしょうか。麺が意外と持ちにしとって、この価格でいい方だよね。あ、全然いいと思う。なんか伸びとるかなと思ったら全然そんなことない。確かに暑いかな。揚げたこ焼きみたいな。うん、確かに。うん。おいしい。うん。ね。なんかここの麺、あっこれ。熱いよね。いや、もうめっちゃ楽しかった。ここカラオケもあるし、バッティングもあるし、ダーツもあるし、すごい。いや、なんかもう何よりもレトロのゲームがいっぱいあって、もう超楽しかった。普通にまた来たいなと思った。あとはなんか食べ物普通にめちゃめちゃ美味しくて、まずいもの一つもない、本当に美味しかった。まあ、なんだろう、こういうところで夜も遊びに来てとか、まあ、昼遊びに来てちょっとこうお腹空いたなって言って、まあちょっと食べるかっていうぐらいには全然問題ないレベルの、安いし、あの本当にこう小腹を満たすじゃないけど、本当全然いい、もう本当いいスポットだ。そばうまい。
謎に佇む一つの自販手作り米粉スイーツこれすごくねこれじゃあそりゃすごい空ペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。